こんにちは。今日は金曜日なので、かまいたちの夜監獄島のわらべ歌2をやりたいと思います。2の1違うか。万が一この動画で初めてかまいたちの夜見るよって人は、ちょっと今すぐパート1とか他の動画に移った方がいいと思うんだけど、まさかのね、犯人が小林さんのお嫁さんの京子さんだったってのが分かりました。京子さんがキヨバーに化けて殺してたっていうね、恐ろしいですね。てか予想外すぎた。で、京子さんが本当に殺そうと思った相手は実は久保田さんだった。久保田みどりさんだった。はい。で、トールの疑問。僕は疑問を口にした。はい。選択肢 A、 なぜ夏美さんが尾行だと遺書に書いたんですね。それも気になるし、 B、 なぜみどりさんが同じマニキュアを持ってたんです。まあいいや、一番最初に気になった方 B を選びます。なんでみどりさんが同じマニキュアを持ってたんですね。あれは前にシュプールでパーティーがあった時にあの子が余興で当てたもの。うん、私が提供した景品だったんだけど、あの子は忘れてたみたいね。私は覚えていたから、もしやと思ってあの子の荷物を探ってみたの。そしたら案の定持ってたので、それを隠したの。はあ、みどりさんに罪をなすりつけようとしたんですね。そっか、隠してる時に見つかっちゃったってことか。京子さんはうなずいた。ひどい。かなこちゃんが眉を潜めたが、京子さんはにやりと笑った。怖い。私はみどりを殺すつもりだったのよ。罪を着せるぐらい気にもならなかったわ。その表情は、かつて僕が知っていた優しいおばさんのものではなかった。なんでみどりさんを殺すつもりだったんだ？動機が知りたい。私はみどりだけを殺すつもりだったのに、神様のいたずらで殺す必要のない人を二人も手にかけてしまった。でも人殺してんのに神様のいたずらとか、そんなポエマーなこと言うなよ。私の両手は血に濡れてしまった。私はどうあっても最初の目標であるみどりを殺さなくてはならない。京子さんは疲れたように言った。私はみどりを殺すためにわらべ歌を使うことを思いついた。ああ。あの歌の4番の歌詞には風みどりという言葉が出てくるから。でもその前に自分への疑いをそらし、動きやすくするため菱田清という存在を消すことにしたの。え、じゃあ清婆本当にいるのに本物は消えちゃったってこと？先に。そのために私はわらべ歌の3番を利用することにした。ここで初めてわらべ歌の見立てという思考を思いついたのか。それで物置部屋のミイラに綿を巻きつけ、服とカツラをつけて自分は塔の中に潜んでいたんですね。そうよ、塔の鍵を持っているのは私だけ。誰にも見つからない隠れ場所のはずだった。京子さんは僕をじろりと睨んだ。でも見破られてしまった。どうしてあれが死体でないと分かったの？まあ普通に分かるよな。だって死体下ろさなきゃって思うもんな。カラスに続かれ白い綿が見えたんです。だからはしごを持ち出したのね。あの時は慌てたわ。そっか、はしごの存在を忘れてたのか。それで僕を突き落としたんですね。そうよ、大怪我をするか、できれば死んでしまえばいいと思ってたけど。運の強い子ね。いやマジさ、キヨバーがあんな腕力でさ、突き落としてくるのちょっとシュールだったもんな、もはや。京子さんは微笑んだ。僕はその澄んだ目に宿る静かな狂気を感じてゾッとした。あなたが軽傷だったと分かったので、すぐに緑を呼び出すことにしたの。僕は緑さんの部屋で見つけたメッセージを思い出した。うん。館の裏口を出ると、ここまでの近道があるの。裏口。うん、私は清の紛争を解いて小屋の中で待っていた。あの子はひどく驚いたけれど、私が適当に話をしながらの飲み物を勧めると、何の疑いも持たずに手を伸ばしたわ。薬を入れてあったんですね。まんまと引っかかっちゃったんだ。あの子が眠ったら、あらかじめ運んでおいた厨房の氷を使って、あとはあなた方もよく知っている通り、あと一息だったのに残念だったわ。
や氷で埋めるっていう発想すごくね。なかなかできないよね。いや褒めてないよ。小林さんは京子さんを睨むでもなく憤るでもなく、ただじっと見つめている。なんで緑さんなのっていうのがね気になるけど、その顔色は髪のように白い。京子さん、僕にはどうしても聞きたいことがあった。あの写真立ての女性、河村亜希は一体何者なんですか？確かに河村亜希の仇みたいな感じだもんな。確かに悠久とも思われるような時間が流れた後、京子さんはポツンと言った。それを言わなくちゃならないかしら、私の口から。え？僕は何か言いかけたが、マリに袖を引っ張られたのでやめた。マリは無言のまま首を横に振っている。保護者みたいだな。あなた、突然京子さんが小林さんに声をかけた。あなたは知りたいかしら、私がどうしてこんなことをしたのか。ああ、知りたいね。当然だよな。小林さんは強くうなずいた。お前はわけもなくこんなことをするやつじゃない。よほどの理由があるんだろう。私は知りたい、どうしても。ねえ、お嫁さんのこと信じきって3日間旅行に行ってるって思ってたもんな。いやでも今思うとあの3日間の旅行もちょっと怪しかったんだよな。それがあなたにとって辛い話だとしても。そうだ、まあ話すしかないでしょう。京子さんの目から大粒の涙が溢れ出した。話してごらんよ京子。わらべ歌の4番の歌詞にあったわね。秋が来ないと泣いてござる。あったね。そう、あの日私は秋を待っていたの。え？私の旧姓は岸猿です。岸猿家から嫁いできたの？京子さんはゆっくりと話し始めた。じゃあ小林さんちょっとあれって思わなかったのかな。私が生まれた頃、岸猿家は没落していて、両親は私と弟を抱えてひどい暮らしをしていたわ。京子さんは遠い目をしていった。うん、いやよっぽど辛そうな生活だよなこの感じ。弟は口べらしのためにすぐに竹にもらわれていった。口べらし、昔の集落みたいだな。けど私はしばらくの間この地方で暮らし、両親を病気で亡くした後早い結婚をしたの。うん、相手は漁師だった。不幸な結婚だったわ。すぐに子供ができたけど、夫はその直後海難事故で死に、私は生まれたばかりの娘を抱えて途方に暮れた。ん？あ、じゃあ小林さんの前に別の旦那さんがいたってことか。娘も。私とは再婚だということは知っていたが、子供がいたとは。それちょっとやばくない？隠しすぎじゃない？小林さんは押し出すように言った。辛いよ小林さん。一人ぼっちになってしまった当時の私にはとても一人で娘を育てていくことはできなかった。泣く泣く私は知り合いのつてで河村さんという子供のない家に娘を里子に出しました。あーそっかそっか。その娘が河村亜希だな。小林さんが小さい声で言った。僕は食堂で河村亜希の写真を見たとき、誰かに似ていると思ったことを思い出した。今やっとわかった。京子さんに似ていたのだ。その後私は故郷を離れ東京に出たわ。就職して生活も安定し、あなたと知り合うこともできた。あなたとの結婚生活は本当に楽しかったわ。あなたとの間に子供ができなかった私にとって、秋はお腹を痛めたただ一人の子供です。会うことは一生できないと思って諦めていたけれど、あの日。でもなんかそれも小林さんに話してよかったんじゃないの？京子さんはまた遠い目をした。
たまたま宿泊予約者名簿を見ていた私は川村亜希という名前を見つけたの。まさかと思ったけど間違いなかった。私の娘がシュプールに来る。私はその日を指折り数えて待ったわ。じゃあお客さんで来たんだ。それがあの日僕たちが泊まった日だったんですね。あれでも川村亜希って来なかったって言ってなかったっけ。僕が言うと京子さんはうなずいた。もちろん私が母であることを告白する気なんかなかった。あの子は何も知らずにスキーを楽しみにペンションに来るんだから、私はただ一目会いたかっただけなのよ。でも切な。そっか、もう顔わかんないもんね、さどこ出されたら。京子さんの声が陰りを帯びた。あの子は来なかった。私は一晩中待ったのに亜希は来なかったのよ。交通事故か。あのひどい吹雪が収まった翌々日、私は亜希を見つけたの。もうすぐペンションが見えるというあたりの低い崖の下であの子は倒れていた。そういえば小林さんが言った、お前が血相を変えて警察に電話していたのを思い出したよ。でもあれがお前の娘だったなんて。解剖で両足の骨が折れていることが分かったの。警察は吹雪のせいで崖から落ち骨折で動けず凍死したんだと。うっそ、事故が直接ではなかったんだ。誰か早く気づいてれば救えたかもしれないんだ。でも違うのよ、私が見つけた時あの子はまだ息があったの。京子さんは早口になった。あの子は私にこう言ったわ。跳ねられた。あの子は車に跳ねられたのよ。そういうことか。でも警察はタイヤの跡がないから骨折は転落時のものだというのよ。あの吹雪でどうやってタイヤの跡が残るっていうの。京子落ち着け。小林さんが優しく京子さんの肩を叩いた。あなた。つら。私はあの日の泊まり客を疑った。なるほどね。でも警察は猛吹雪だったし場所もペンションの外なので関係ないの一点張り。私が亜希を見つけた時すでにお客さんはみんな帰っていって車を調べることもできなかった。お洗濯できたな。私は実の娘のお通夜にもお葬式にも出られなかった。その時私がどんな気持ちだったか。京子さんはまた涙声になった。気づかなかったよ。小林さんが気落ちした表情で言った。いやもう小林さんも辛いよね。なんでそれ言ってくれなかったんだってなるよね。犯人を突き止めたい。私は必死になって頭を絞ったわ。そして思いついたのよ。このことを小説にしよう。それを世間にばらまいたら犯人が動き出さないかって。ああだからかまいたちの夜ができたのか。そうだったのか。実際にはなかった殺人事件を物語の中に大量に散りばめたのも、二人組だった OL に川村亜希を加えて三人にしたのも、犯人の罪の意識を刺激しリアクションを起こさせるためにやったことだったのだ。私は探偵に頼んで事故の時の泊まり客の動きを見続けた。ゲームになったのは偶然だったの。たまたまゲーム会社の人が小説に興味を持ってくれゲームにしないかと。少しでも犯人の目に触れるようにしたかった私には願ってもないことだった。思いがけず文才もあったと。すごいな。川村亜希という名前は犯人も新聞記事などで目にしているに違いない。もしその犯人がもしゲームのことを知ったら必ず何か動きを見せるはずだ。京子さんはそう思ったのだ。でも現実は甘くなかったわ。誰一人として目につく行動を取る人はいなかった。てか本当にペンションの客の一人とは限らないしな。落胆した京子さんは次の手を考えた。まあペンションの人っていう可能性が高いけど、それが今回の招待旅行だったのだ。
そこで菱田清という架空の老婆を想像した。ああ架空なのね清さんは。はあ、さっき手にかけたとか言ってなかったっけ。あ、でも清さん存在しないんだ。そっか、自分は島に行っていないことにして警察の追及を逃れるつもりだったのだ。あーなるほどね。報復を果たした後、小林さんとの元の生活に戻るために、私はスタッフの中に犯人がいるとは思いもしなかった。もし事故などを起こしたら私が主人に知らせるはずだと思っていたから。だから俊夫君や緑は招待しなかった。まさかあの子が犯人だったなんて。それはどうやって分かったの？その私を疑ったことはないのかね。小林さんがおずおずと言った。私はあなたの妻だもの。あなたにやましいところがあればすぐに分かります。京子さんはにっこりと言った。お前、母が死ぬ時枕元に呼ばれて先祖の悪行について聞かされた。うん、私たちは世間に顔向けができるような存在ではない。この世の中の片隅でひっそり生きていくしかないのだと。でも京子さんは小林さんを見つめ、私はあなたのおかげで人並み以上の幸せを手に入れることができました。小林さんは取ってつけたような咳払いをした。いやー、気づけなかったか京子さんの異変に。母が残した書類には先祖が作ったあの館のことが書かれていた。うん、泉の仕掛けや捜査の方法も。私は犯人への復讐を決意した時この館のことを思い出したのよ。緑くんを氷漬けにしたのはなぜだ。人思いに殺せばいいはずだ。三木本さんが言った。あの子を氷漬けにしたのは、秋と同じ苦しみを味わわせてやろうと思ったから。秋は一昼夜雪の中に埋まっていたのよ。だから私は、あとは言葉にならなかった。京子さんは川村明の写真と血のような塗料をつけた自動車のおもちゃを村上さんに置かせ、みんなの反応を見た。あー、じゃあ本当に村上さんが協力者だったのか。ってことは三木本さんだっていう私の疑いは間違いだったのか。村上さんだったんだね。最初はそんなことで犯人が特定できるかどうか半信半疑だったかもしれない。しかしはっきりわかるリアクションした者が一人だけいた。うん、それが緑さんだったのだ。京子さんはかすかに笑った。緑は露骨に反応したわ。秋の写真を見せた後、ただ一人真っ白な顔でずっと体を震わせていた。他の人はみんな何が起こったのかわからない顔をしていたのに。だから私は彼女に間違いないと確信したのよ。京子さんの声は次第に大きくなっていった。あの女の言葉覚えてるかしら。すぐに帰るって言ったのよ。恐ろしくなったんでしょうね。でも返しはしない。そのために私はこの島を50年に一度のかまいたちの日を選んだのよ。秋を殺した相手を逃がさず確実に復讐を遂げるために。でもそれだけで緑さんが犯人だと断定するのは無理じゃないですかね。僕は思わず口を挟んだ。普通に怖くて震えてたってことも絶対あると思うしな。京子さんはキッとした表情で僕を睨みつけた。 A、 僕は思わず口をつぐんだ。 B、 しかし僕は口をつぐまなかった。まあ、口挟んでいいと思うよ。 B にする。ちょっと顔色を変えたぐらいで犯人扱いして殺してしまうなんていくらなんでもやりすぎです。もし間違っていたらどうするつもりですか。お？なんかさ、かまいたちってさ、こういうなんか BGM が突然止まって足音がするとか、なんかそういうハッとさせる演出がえぐいよね。ドキッとする。その時小屋の入り口で物音がした。誰？
そこには、ん？真っ青な顔つきのみどりさんが立っていた。みどりさんか。なんかこれで見るとちょっと小学生に見える。夫と一緒にいるからか。みどりさん、体は大丈夫なの？マリの問いにみどりさんはかすかに微笑みながらうなずいた。微笑んどる。一度館まで戻りかけたんだが、どうしてもここに戻りたいと言うんでね。敏夫さんが心配そうな顔つきでそう言った。話は小屋の外で聞いていました。うん。みどりさんは言った。せっかくトールくんがかばってくれたけど、もういいんです。私、皆さんに聞いてもらいたいことがあります。みどりさんは首を少し曲げて敏夫さんを見た。敏夫さんは唇を引き結んでうなずいた。うん。私、人殺しをしました。皆さんが泊まりに来たあの大雪の晩です。罪の告白だ。罪の告白編だわ。僕たちは固唾を飲んだ。話してくれるね、みどりさん。おお。私はあの日、買い出しのために車で出かけました。買い物を終えてペンションに帰る途中、猛吹雪になり、ほとんど前が見えない状態になって。うん。危ないね。行き慣れた道ですから、私は勘を頼りに無理やりに車を走らせました。こんな吹雪の中を歩いている人がいるはずがないという思い込みもあったんです。京子さんが顔を引きつらせたのが分かった。ペンションへ通じる細い坂道に入った時、窓から漏れる明かりが見えてきて、ほっとして気が緩んだのかもしれません。私は一気に坂を登ろうとアクセルを踏みました。そしたら、うわあ、やだ。コントローラー震えた。みどりさんは言葉を切った。やだめだよ。再び話し始めるまでにはたっぷり1分はかかった。吹雪の中は気をつけないとダメだね。運転できないけど私。ボンネットに何かが当たったような気がしました。まさかと思いました。でも、何かが崖下へ落ちていくのが見えた気がしたんです。再び長い沈黙があった。私は気のせいだと思い込もうとしました。でも、結局は車を止めて崖下を覗き込みました。そしたら、京子さんがみどりさんを食い入るように見つめた。みどりさんはその視線に気づいて顔を背けた。赤いスキーウェアを着た女性が雪に埋もれるようにして倒れていました。崖の上から10分以上見つめていたんですが、長いな。その人はびっくりとも動きませんでした。私は頭の中が真っ白になりました。人を殺してしまった。どうしよう。私はそのまま車に戻り、その場を去りました。うわあ、そこの判断よな。まあなんか、ひき逃げって、よくあるって言いたくないけど、まあ、あることだからさ、みんなこういう感じでなんか正しい判断ができなくなっちゃうのかな。いやでもそこの判断、ちょっと冷静にしてほしいよね。多分、跳ねたというよりも、軽く後ろから押してしまったんだと思います。でも、雪の上ですから、あの人は足を滑らせてしまった。きっと、ペンションに行こうとして、吹雪で進むことも戻ることもできなくなっていたんでしょう。それを私が、うわぁ、見殺しにするつもりなんかありませんでした。信じてください。絶対に殺してしまったと思ったんです。生きていたなんて思わなかった。もし知っていたら、いやまあそこじゃないんだけどね、もう。ゆっくり運転して、ちょっともう、さすがに援護できないよね。みどりさんはすすり泣いた。ペンションに戻った後は、吹雪と寒さが見せた幻覚だったと思い込もうとしました。だから2日ほどして、死体が見つかったと聞いた時には、目の前が真っ暗になりました。新聞を見ると、私よりも若い女の子でした。でも、跳ねられたなんてどこにも書いてなかったし、事故死となっていたんで、ほっとしました。いや、ほっとするな！ダメよ、まさか。みどりさんの声が大きくなった。まさか、京子おばさんの子供だったなんて。私は、死体が見つかったと聞いてすぐに、
それまで断っていた敏夫さんのプロポーズを受け入れました。やば。そして2人でペンションを辞めたんです。いや敏夫さんの迷惑考えて。その日から今までずっと新聞で見たあの人の顔を夢に見るんです。いやそりゃそうなるわ。私は人殺しです。教皇おばさんに殺されても当然です。さっきは助けられたけれど、もう逃げも隠れもしません。みどりさんは締めくくるように言った。自首してくれればいいけどね。ちょっと待ちいな。加山さんが口を挟んだ。おう。だからといってあんたを殺してもええということにはならん。あんたは法の裁きを受けなあかんのや。ごもっともだね。あんたは今みんなの前で罪を告白した。あとはそれを償わなあかん。それ以上のことは誰にもする権利はない。敏夫君、奥さんを連れて館へ戻っとき、大事に休ませたってくれ。くれぐれも妙な気を起こさんようにな。信じあれ、加山さん下の名前なんだっけ。あ、聖一か。全然違った。加山信じって誰。